画面の前の皆様、こんにちは。マルピテクでございます。デッドバイデイライトサバイバーやっていきましょう。アップデートが入りました。はい。ナスです。絶対そうだと思った。塩いぶついすぎじゃない？オッケーオッケーオッケー。もう見られてた可能性は。なんか無音飛んできてなかった。そういうアドも増えた、もしかしてナス。ダメだったわ。いや、しかし血の騒ぎがここで発動するぜ。レアパークないわ。透明する靴。立ちあるんかな。今日ね、日曜日なんですけど、もうすでに日曜日なんですけど、日曜の夜なんですけど、血の騒ぎってこれあれか、弾み器とか回しちゃうと。先行くわ。ちょっとだけ先に行くわ。で、血の騒ぎ前までは発電機じゃないわ、2回釣られた後、リーチかかってる時にしか発動できなかったんですが、新しくなったのはフックから下ろされて60秒以内だったら使えるという、疲労を即座に回復することができるっていう、そういうパックですね。有能追われてる。イタチか？なんかめっちゃ戻ってない？気のせい。やりきったら回復してもらうか。でもジルが結構ロンチェして、タップも今結構長いこと沈水してくれたんで、ちょっと流れ変わったんじゃない？ナイス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 。見るな、振り返るな。あなたは美しい、振り返るな。おい、アップが有能文字か。ジルが泣いちゃすぎる。いや、発電機ないパターン？なんか飛んだんかと思った。あらあら、オッケー、有能でガンガン回してこう。
いや、ジルうめえ。うますぎる。ハスリンキマシに集中できるわ。もうね、カオスシャッフル終わっちゃったんで、もうここからはね、バッチバチの。バッチバチのね、まあ、削り合いみたいな、ね、そんな儀式がね、続くと思います。はい。頑張って回しましょう。さあ、血の騒ぎが使えるのかどうかはさておき。アプデ後、ハスダッシュを決めたい。1000枚は本当にクソみたいなゲームだったんで。本当にね、即自殺からの。ロッカーで煽って、来いよ来いよみたいなのやって、よそ点で、その場でダウンするみたいな、わけのわからない人もおりました。包丁。あ、ダメか。間に合わねえか。しかしこの間にジルを。しかも盗聴入れたところとは別の発電機を回している。なんていう作詞。つぶばかなんかすっげえカクカクしてない。ほら、始まる前のさ、ロゴあるじゃないですか、 DVD の爪のマークっていうのかな。あれめっちゃなんかヌルヌルになってたんですけど、ここはなんかガクガクだね。てばこれ死ぬかも。血の騒ぎとか言ってる場合ではないのでは。人のオーラすんげーガクガクだ。じゃないのか。うおー、血の騒ぎ。合流して気合で回しきるんや。うおー、レナリー。ナイスナイスナイス。おいおい、ナイス。中盤だね。中盤のやっぱジルのチェイスがもう最高だった。追跡者バベチリ、隠れ場なしあったのか。で踏んでね、なるほど。これチェイスとかに使えればね、超強いと思う。2回発動できますから、前まで1回だけだったけど、今2回発動できるんで、強いかなと思います。はい。スプバ、前まではなんかスプバ専門みたいな感じあったけど、デッハはさすがにないけど、しなやかとか、スマチャクとか、意外となんか他のパークでも使えるのかなっていうふうには思いますね。なんかスマチャクでプラスでこれ持っていって、スマチャクで最初逃げてで初使うみたいなもうワンチャンあるかもねっていうふうに思います。はい。というわけで、なんかいろいろパーク変わったらしいんで、ちょっといろいろ試そうかなと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。